皆さん、こんにちは。現在、阪急京都線の南方駅と、曹禅寺駅の間にいます。今回は、阪急淡路駅連続立体交差事業について、報告したいと思います。よろしくお願いいたします。コンクリートの壁の途切れる部分です。前回からかなり工事が進んでいます。この位置から見ると、くぼんでいる部分の周囲はコンクリートで囲まれているように見えます。くぼんでいる部分には足場なども見えています。外側から見ると木の型枠も残っています。土のスロープが小さくなりました。この辺りに変化はありません。飛鳥橋踏切付近の様子です。橋桁部分に防音シートが取り付けられています。細かい部分の調整が進むのでしょう。曹禅寺駅寄りに移動しました。こちらも橋桁の上に防音シートが取り付けられています。橋脚上に足場が組まれているのが見えます。コンクリートの棒を並べただけなので、まだまだ工事が必要ですよね。曹禅寺駅の西側です。橋脚上に足場が組まれ、線路の上が塞がっています。曹禅寺駅に来ました。この辺りに変化はありません。曹禅寺駅の東側です。線路上に足場が組まれています。曹禅寺駅の方向を見ています。曹禅寺駅の東側の線路上に足場が組まれています。淡路駅の方向を見ています。直上施工機付近にいます。高架建設の足場が近づいてきています。橋脚の鉄筋が上に伸びているように感じます。原海踏切にいます。踏切上の高架部分の工事が進められています。西側にはコンクリートの構造物も見えます。原海踏切の南側です。高架部分が姿を現しました。踏切上の工事はこの2階部分と同じように進むと思われます。淡路方面の高架とつなぐ作業のための足場が作られています。曹禅寺駅方向の高架上に作られた足場が西に伸びているように感じます。原海踏切から淡路駅方面に少し移動しました。この部分のトラス桁はコンクリートの橋桁が出来上がっているようです。あとは足場の解体などを残すのみでしょう。千里線のトラス桁も防音シートで覆われています。一部が外れていますね。ここで淡路駅の新駅舎について簡単に説明いたします。淡路駅の新駅舎は2階部分に改札口、3階に上り線ホームの島式ホームが、4階に下り線の島式ホームが設置されます。駅の高さは最大で約30メートルになります。
淡路駅の新駅舎を見ています。全体的に防音シートに覆われています。ここから見るとかなり足場が大きくなっているのがわかります。中央部分に鉄骨が見えています。京都線のトラスケタの手前の高架上の足場も大きくなりました。どんな形になるのか気になります。大阪東線の上をまたぐトラスケタです。トラスケタと高架を結ぶ部分の作業をするための足場が組まれています。まずは上層階から始めています。千里線の高架工事の様子です。こちらも順調に工事が進んでいます。下新庄駅を見ています。画面奥の高架部分の工事が進んでいます。2階部分の骨格はできたので、これから仮線工事が本格化していきます。青色の防音シート部分の工事も進んでいます。防音シートの一部が外れてコンクリートの橋脚が見えています。下新庄駅の西側です。建設が進むと壊されてしまう光景なので記録に残しておきます。神崎川の手前に来ました。下新庄駅寄りの部分の橋脚が2階部分まで出来上がっています。神崎川側の高架は足場などが完全に外されています。画面手前部分を掘り返していますので、橋脚の工事が始まると思われます。穴の中は手前と奥で深さが違うようですね。下新庄駅の北側を見ています。こちら側の工事に変化はありません。これまでの踏切が撤去されて新しい踏切が作られていました。下新庄駅方面を見ています。仮線部分に枕木と線路が置かれていました。この位置に仮線が設置されるんですね。イメージが湧きやすいです。現在の下新庄駅の北側の踏切です。下新庄駅の東側です。仮線の工事が進んでいます。駅の東側部分の工事は順調に進んでいます。仮線ができた後に高架部分の工事が進むと思われます。JR 大阪東線のあたりに戻ってきました。こうやって見ると他の区間の高架を見ているせいか細く感じますね。前輪車踏切に来ました。
京都線のトラス桁に足場が組まれています。北陽踏切に来ました。木の片枠が見えています。この辺りの工事も大きく進んでいます。府道14号線の辺りにいます。この辺りは地盤の関係なのか、なかなか工事が進まない印象です。府道14号線の東側の様子です。鉄筋の数が増えました。コンクリートの基礎ができているので、このまま橋脚作りが大きく進みそうです。JR 淡路駅のあたりに戻ってきました。京都線のトラス桁に足場が組まれています。トラス桁の内側にも足場が作られています。淡路駅側の工事が進んでいます。淡路駅の東側を見ています。足場が上に伸びました。屋根でしょうか。鉄骨の梁が見えますね。変電所跡の工事も大きく進んています。折り返して基礎を作っているのでしょうか。淡路駅の新駅舎への進入路の様子を見ています。防音シートがかなり大きくなっています。住宅踏切に来ました。防音シートの一部が外されていますね。京都線の工事の様子です。足場はほとんど解体されました。学童踏切に来ました。この部分の高架は完成しています。3階部分の片枠も外れて、橋桁部分が姿を現しました。足場なども解体され始めていますね。橋桁部分の工事が進んでいます。足場や片枠などが作られています。それにしても長いですね。国島駅方面に移動しました。防音シートが貼られています。ネットの隙間からコンクリートの橋脚が見えています。もう少し国島駅寄りに移動し、路加地踏切にいます。国島駅寄りの部分は高架同士をつなぐ工事が始まりました。国島駅手前の大宮踏切です。踏切上にコンクリートの橋桁が渡されています。緑の鉄骨で設置したものです。上下線の橋桁が完成していますね。この工事の撮影を通じて、いろいろな橋桁の掛け方があるんだなと感心します。
国島駅に来ました。大きな変化はありません。これで報告を終わります。最後までご視聴ありがとうございました。いいねやチャンネル登録をしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。次回もお楽しみに。